はい、それでは続きをやってまいりましょう。劉備を育てております。ありがとうございます。で、前々回かなの動画でですね、万長が砲手を持って出撃している描画があったんですよ。でも今確かめてもですね、あの万長砲手持ってないんですよね。いや、もちろん元から持ってないし、わざわざエディットなんか万長をねするわけないじゃないですか。で、この通り、この砲手持ってる中に万長いない。で、万長、この下の方いますけど、万長これですね。持ってないんですよ。なんでかあの時だけ持ってた。確かに動画見ても持ってましたね。動画見ても万長だったんですけど、まあなんかがバグったんでしょうね。グラフィックが万長に、なんかバグったか。でもそんなの見たことないんですけどね。バグで。今までバグってるなーっていうのを見て、グラフィック入れ替わってるとか、違う人形持ってるって、今まで見たことないんですけど、どうも今回の劉備さんやってるらしくて、どういうことなんだろうと。またね、なんか違う人形持ってたら教えてくださいね、それ。なんかまあ、かなりレアな、ケースだと思いますけどね。無修正で出てきた万長ですよ。無修正万長が出ちゃいましたね。さあ、そういうところでですね、我々ですね、なんとか計難は取りたいと。計難取って、どうなるかな。とにかく包囲占領したいと。できるようになりたい。と思っております。そして、劉備を育てて劉備にもう一都市は持たせてあげたい。うん。それどうしたらいいか。これをですね、必死に考えておるところですが、まあ、そのためには我々がちょっと強くなる必要が結構あるな、というのをひしひしと感じております。さあ、今回も頑張って参りましょう。さあ、そうそう、だいぶ出てきましたね。そして、艦中はもう落ちそうですね。相当攻められてる。で、我々のエーランも攻められてる。義援一騎打ち。いいですね。いい一騎打ち、これは。さあ、これ捕まえてくれ。スパッと。93、68。これは勝つでしょう。ぶっ飛ばせ！飛んだ！さあ、生きてるかどうか。二つに一つ。傷を負っただけ。ここ大丈夫かな？守れるかな？また2万出してきたな。これちょっと、やばいな。輸送、もうちょい入れよう、これ。守りも大変だ、これ。この野郎ども。うわ、こんなところに落石用意してあって。主砲を倒した。いいぞ。これ。この2万。止まれ、これ。ストップ。ストップ。オッケー。これでとりあえずこれが切れたんで、あとはこの2万を引っ掛ければいいだけ。さてさて、なんとかですね、しのぎました。はい。で、輸送も入るところですね。いやー、でもちょっと南蛮結構怖いですね。まだ来る！しつこい！しつこいなー、この人たち。割と。ご確認ください。ちょっとこっちが防戦一方になってきましたね。劉備を助けに行けないけど。まあ、これくらいは大丈夫だろうと私は鷹をくくっておりますね。はい。で、また来たこれ。これ何なんこいつ。これ何なのこれ。また帰っていくよ。何なんあいつ。わけわからん。うわぁ。すごいな。33,000、8,000。あ、こっちも異民族を出し始めたな。これはちょっと痛いんじゃないかな。どうなんだ。まだ出すね。2万。うわぁ。ちょっと出しすぎだろう。これ罠かけるだけでもちょっと。
あれだな、限界あるな。おっとっとっと。ずいぶん、お出になりますね。またあれですか？武陵に向かうんですか？むちゃくちゃですね。ああ、やばいかな。波状攻撃やばいな。劉備軍また、兵数1万台だし。まあ、結構吸ってるような気はしますけど、これで吸ってなかったら、やばい。どうでしょう。武将じゃなくて。負傷兵5800か。微妙だな。え、これだけの兵数で行くの？無理でしょ。やられるでしょ、これ。26人じゃやられるでしょ。バカだな。バカなことやり始めたぞ。おい、気が狂ってるのか。なかなか捕まえられんな。うわ、ちょっとこれきつい。これきついけど、平坦切りまでいけない。さあ、また深夜に援軍を送ります。危ない。なんだこれ。おいおい、落ちるぞ。あと400人まで行ったぞ。あと300人まで行っちゃったぞ、おい。ちょっと、あ、ここで連合か。連合しとくか。しちゃおう。後期。これは後期。止められるかな、そうそう。そうそう、止められるかな。連合名手誰ですか？あ、我々だ、名手。頑張りましょう。名手と名手じゃないのと違うのかな？で、劉将は連合に入りましたけど、永安をこんなに荒らしやがって。ひどいもんだよ。まあいいでしょう。それから師匠も入ったか。ちょうど今仕掛けて、いい感じになるところだったんだけど、まあしょうがないでしょう。うん。まあしょうがないでしょう。これを、全部曹操側に持っていくのか。我々も、兵力を。これ、頑張れば、いけるかも。劉備側になんかできるかも。頑張れば。危ないな。危ないよ、ちょっと。深夜、ちょっと、ガバガバになってきたぞ。どうした、どうした、これ。劉備危険なプレイスタイルになっちゃいましたね。城に1800しかいない状態。やばいぞ。投石機。投石台。投石機。入った。残り800人。なんでこんなリスキーなんだ、こいつ。やめろ、それ。そのプレイスタイル。なんなんだ、それ。おっと、倒しきりましたね。でも、まだ来る。まだ来る。これは来る。さあ、劉備のピンチだ。救えるのか。どうなんだ？なんかもう、スタイルがまるで変わってしまった劉備。誰？ 12 ヶ月。バトンね。嫌です。お帰りください。まずは金くれ。やりましたね。序南、巨匠、7000、3000。でも、兵数減ってきましたね。お、早っ！瞬殺。また瞬殺か、君たち。強いな、瞬殺攻撃。聞いてください。ちょっと今、関内どうしようか迷ってるんですよね。これ、行っても行っても、部員を取ってもですね、部員って、まず、これ、安定しないんですよね。取ったところですぐ取り返しされてしまうんで、あんまり取りに行く意味もないかなと、思っているんですよ。まあ、隙があれば、取った方がいいですけど。隙がないもので。ちょっとずつですね、これ常用を攻めていきたいなと。これどれ攻めますかって言われたら、これもう常用しかないわけですよ。これ近辺。深夜を脅かす都市っていうのは。円は取ったら無理。巨匠届かない。常用も、巨匠から、援護が来るんで。あともう一つ、露光ってのがありますけど、露光だとちょっと、劉備から距離が遠いし、露光から劉備に攻撃することはないんで、ちょっとね、筋が違ってきてしまうかなと思います。なので、常用、これ攻撃計画。はい。まだ終木のくせに。週一つも制覇してないくせに。これ企画しようかなと思っております。
で、今、常用に兵を集めているんですけども、これが整い次第、一気に行きたいなと思ってます。常用はですね、隣接譜が少ないんですよ、そもそもが。1、2、3、4つしかないですね。4つしかないので、まあ、2つ、3つ取れればいいかなという感じがするんですけども、どうでしょう。大将は猛角、いけるのか多いという感じですが。さあ、劉備は、利点に向かっていますけど、お、引いたり押したり引いたり押したりして、部員を取ろうとしている。僕が部員は取っても取っても、あひゃ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 だよ、言ってるのに。これ来てまた取られるんだから、ちょっとバフが気になっちゃったのかな？それとも僕たちが働かないっていうのがバレちゃったのか。では、深夜守りを入れながらですね、文平利元、西坊、甲冑、宝刀というですね、この慶州の師で、常用攻め、始めます。どういう反応をしてくるのか。おそらく、円からはですね、来そうですね。円は、ちょっとだけ、輸送入れてます。あと、巨匠から回してくるかな。これ来たら結構、大事ですね。いや、どうなるか。わ、孫権がまたなんか、ユニークな攻めしてる。いきなり自主攻取り。それ、露光があったら自主攻取りでいいけど。ここから露光に攻めるんですよね。あるある。孫権あるある。そして、ああ、極意を取るの早いな。取り返し。これどうしてくるんだろう。追いかけ回してくるのか。さて、細胞が早いですね。ソーダ持ちなので、速攻で港取りました。このまま築陽に上陸していきます。見た目はすごく順調に行きそう。そう行くでしょうか。お、武量が？あ、中規模。小規模が多いな、まだな。すごい追ってくるんだけど、これ。なんで？でもこれ、兵站切れるよ。まあ、そこまで見てましょうか。ご確認ください。常用攻めまで、あともうちょいですね。曹操が、ああ、でも、漢中とかちょっと溜まってきたな。縁も溜まってきた。これ速攻で落とさないといけないパターンになってきましたね。で、なんでか追ってくる。こいつは追ってきた。そして兵站切れると。いただきます！ご確認ください。来た。いや、来たけども、劉備攻めだ。もう劉備を攻めたくてしょうがないね。消耗させないよ、これ以上。劉備は。まず我々で常用を止める。よし、正常まで来た。聞いてください。なんだかんだ全部取れそうですね。霊挙、8。8まで行ってもね、内政ぐらいしかもうやることがね、謀略は、あ、家計があるな、金色。家計いいっすね。家計は増やしといて、まあ悪いこともない。内政全部開けると、戸籍と地域開発が、ほぼフルなんですよ、もう。あと、やることないもんね、基本的にね。耐久上げるって言ってもな、その時、切るもん、どっちか。うん、だから、内政はこれ以上増やしてもあんま意味ないから。と言っても、これ増やすの、これ増やすのもな今、獣王術入れてんだよな、よく見たら、そうそうそう。入れるもんないから。家計入れて、獣王術だもんなどうしようもねえな、これな。劉備の貯金が1万を切ったっぽ。よし、待ってろよ。兄ちゃんが後でまた振り込んでやるからな。待ってろ。その前に女優を落としてやっから。そうしたら、ちょっと楽になるだろう。よし、この反曹操の名手として、都市を落として死んぜよ。あ、出てきたな。すごい出てきたな。これどこ行くんだ？
これ左に出してるってことはこっちに来る可能性がでかい。どうかな。でもここは下がってるからそのまんまか。守れるかどうか、これも。いや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 、何勘違いしてんだ、お前。やめろやめろ。おい、ジョナン行くな、バカ兄弟。行くな、ジョナンに。ほんとバカだなぁ。いや、兵が少ないのだけは、そんなに守れないんだ。一応、城用に5万置いてるけど。こっちは、武将が強くないんだ。今、出払ってるし。というところで、城用攻めです。どうでしょう。すぐ落ちそうだな。猛角、大守。甲冑統率上がる。どんどん上がれ。もうちょいだな。一応、全部、歩は取ってますからね。艦中は動かない。傭兵艦が動いたけど。馬頭と劉備結んだ。いやー、どうかな。これどうかな。核はいいが、どれくらいえぐってくるかなんですよね。で、あと半分で4000人。微妙だな。あと3000台にはなったけど。後ろ当たるな、これ。格は。どうでしょう。上位を。入ってくる。格は入ってくる。でも、ここには石兵があるんだ、実は。おっと落ちましたね。あと500残してるけど、もう落ちる。落ちる。落ちましたと。これでどうなる？ヘタ切れるか？切れないか？そこまででかくない。劉表の名声はそんなに大きくはない。神秘戦歩猛角。ありゃ。さあ、そして追ってくるがどうなるか。解決しにそうだ。どうやってこのピンチを脱出するか。もう常用がピンチというですね。あまり認めたくないものだな。取った城がすぐピンチになるということ。まあ、二部隊だけですけども、なかなか頭の切れる、いい武将だ。そして、攻めるとか言い出してるけども、まあ、大丈夫でしょう。攻めてきてるの見えてるでしょう。ね、見えてるね。大丈夫だね。迎撃に行ってるだけですね。なるほど、なるほど。で、これ、円からの今のところ、深夜の侵入がしづらい。歩を二つ挟んでる。これを見ると、ジョナにやっぱり行きたくなるね。深夜からね。行かせてあげたいんだよな、これをな、なんとか。そのためには、この巨匠の邪魔もなんとか、ね、振り払って、歩も取ってあげてって、やらないといけないですね。やらないといけないんですよ、これは。言い聞かせるように。じゃないと先に進まない。とりあえずこの常用取れたのは大きい。だ、常用取ってもう一つなんか取らないと、これは、艦中が取られてるんで、包囲占領とか食らうと思うんですよね。おそらく。円が取れたらいいのか。ちょっと頑張んないといけないですね。この連合のお時間で。お！やったじゃん、孫権！憧れの一等地、六甲、ついに取れましたね。前はね、僕がね、邪魔したから、あれだったけども。よかったね。権業も守れてよかったですね。よかったじゃん。一緒に頑張ろう？連合。さあ、なんとかね、この地図上では、両サイド固めましたけどね。あと深夜は巨匠か、序なんかというふうにはまあ見た目見える。そんな感じでございますね。で、この歩をね、なんかね、上げると急に攻めてきたりするんで、ちょっとこの歩ですね、行くよう譲渡するタイミングちょっと見計ろうかなと思ってます。はい。いろいろちょっとずらしていった方がいいかなっていう。で、我々、22万ですね。
あんまり変わんないか、前回と。同じくらいですね。はい。で、曹操が52万。これもあんまり変わらないけども。年数22だね。一つ減らしてやった。一つどころじゃないか。いや、どうかな ?23 年だったような気がするんですよね。前回の終わり。で、ここ、孫権が取って、で、馬頭が取られてんのか。そうかそうか。馬頭はもう終わりですね。はい。で、まだ爵位も王。というところで、連合標的でございます。あと17ヶ月。孫権10万。あんま変わらない。で、師匠も7万。連合。劉表連合16万。これ、漢中取り戻してほしいですね。なんとかね。頑張ればいけそうだけどな。はい。ということで、今回は頑張りました。このまま、どれだけ、都市が取れるのかというところですね。包囲占領なしで。頑張りましょう。ではまた次回、よろしくお願いいたします。またんご。